おはようございます。おはようございます。本日の動画のお時間です。何？ YouTube？ YouTube の動画のお時間です。起きたら企画を説明しましょう。このままじゃダメ。じゃあ挨拶して。おはようございます。マイコ操作のひとみです。違う、おことくんです。本日の企画は、和太鼓奏者ひとみに一日密着取材よ。もう忙しいよ。忙しい日の密着。忙しい日の密着だって。うん、まだ8時じゃないよな。だから寝る。おやすみなさい。おはようございます。8時ちょっと過ぎましたが、起きる時間になったので、今から歯を磨いてメイクしていきます。歯を磨いて着替えたのでメイクしていきます。大丈夫？本当にこの動画、みんな綺麗にならないでくださいね。暗くてあんまりわかりませんが、一応軽くメイクが終了したので、ここから朝ごはんを食べてレッスンに行く準備をします。ちょっとさ、左目が今日腫れてるっぽくて、ちょっと別目腫れてるって思っても無視してください。現在8時50分です。今からお家を出発してスタジオに行きます。今日も仕事頑張るぞ。頑張りましょう。イエーイ。テコテコ始まりました。お姉さん1日密着企画、早速スタジオについてレッスンの準備をしていきますよ。少しお片付けをしつつ、太鼓や椅子を並べていきます。実のおばあちゃんも手伝ってくれてますよ。髪の毛を結んで準備完了。はい、準備ができたので、続いて9時半からシニアクラスさんの太鼓教室が始まりますので、レッスンの様子へどうぞ。今日もレッスンを始めていきたいと思います。お願いします。お願いいたします。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。一つ目の教室が終わりました。はい、で次が11時から大人クラスがあるので、そのクラスまではミニ休憩になります。それでは休憩行ってきます。はい、ということで今日本日2つ目のクラスは、太鼓教室の大人クラスのコースなので、そろそろ生徒さんが来るから準備していきたいと思います。頑張るぞ、レッツゴー。はい、現在12時です。午前中のレッスンが終わって片付けもしました。で今から1時からね、周年公演の照明さんと打ち合わせがありますので、一旦お家に帰ってご飯を食べて午後の部に行ってきたいと思います。頑張るぞ、バイバイ。帰ってきました。現在2時35分です。照明さんとの打ち合わせが終わり、現在自宅におります。すごい、私たちのめっちゃ細かい要望を全部書き留めてくださって、もうかっこよくしようっていう風に言ってくださったので、もう本番大成功間違いなしです。ということで次3時からミーティングですね。それでは急いで準備をして会議に挑みたいと思います。えいや。現在ミーティングを待ってる状態です。あのミーティングかっていうと、今後の YouTube の企画とか私たちの活動とかについてをいろんな方とねお話しして、楽しいことね考える時間です。じゃあミーティング頑張ってきます。はい、ありがとうございました。お疲れ様です。失礼いたします。はい、打ち合わせ
成終了しました。もうめっちゃワクワクすることばっかりで、みんなにね嬉しいことができるように報告ができるように頑張るので、ぜひ SNS ちゃんとチェックしていてください。で、次が5時半からキッズクラスさんの教室があるので、それまで1時間15分ぐらいはここで、さっき出た宿題とかやらなくちゃいけないこととか動画編集とかを行います。ちょっとはお昼寝するかもってな感じで、引き続きお仕事頑張ります。テコテコ。はい、今の時間何時ですか？5時24分。はい、5時半から太鼓教室キッズクラスさんの生徒さんが来るのでレッスンやね。今日も頑張れますか？はーい。はーい。いいね、かわいい、癒される。頑張るぞー。おの時刻は6時半キッズクラスのレッスンが終わりました。めっちゃ可愛くないですか？で、次が7時40分から今度は別の場所で大人クラスのレッスンがあります。ダッシュで、帰りたいと思います。いや、はい、別の練習場に着きました。ここでも太鼓の準備をするんやけど、見てこれ、この重たい太鼓を持ってこの距離を歩いていきます。ここ入ってここに置くっていうのを繰り返していきます。で、この時はね、トラックにゴキブリが入るっていう緊急事態が発生して僕が退治しました。はい、お疲れ様です。はい、ただいまの時刻19時40分今から本日ラストの太鼓教室大人クラスのレッスンが始まります。もうすでに汗だくですが頑張りましょう。お願いします。お願いします。終了しました。テコテコ。帰宅しました。はい、現在の時刻は9時15分です。で、この後10時から TikTok ライブがあるので、それまでは SNS の更新をしたり、まあ、ひとまずねやらなきゃいけないことをやっていきたいと思います。ライブ配信部屋に来ました。現在の時刻は9時58分です。10時からは TikTok ライブをしていきます。はい、TikTok ライブが終わりました。今何時なんだろう。今ね10時50分。10時から始めて今日は50分間ライブ配信をしました。みんないつも見てくれてありがとうございます。まだ見たことないよって方、ぜひぜひ TikTok で和太鼓ひとみで検索すると出てくるので見てください。とりあえず今からお風呂に入ってやらないといけないことをやって寝る準備をして、今日早めに寝れたらお休みしたいと思います。とりあえずお風呂に行ってきます。お風呂から上がってきました。だいたい寝る前の時間は iPad とかでインスタとかの投稿とかを作ったり、あとはまあ投稿の準備をしたり編集をしたりっていうのもあって、時間に余裕がある時は英語ノートなんですけど、勉強できる時間がある時はこれを使って英語の勉強をちょくちょくやってます。で、今日一日めっちゃ頑張ったからそろそろ寝る準備をしたいと思います。和太鼓ひとみチャンネル。はい、現在の時刻が12時半です。ということで一日密着取材終了です。っていうかさ、一つ気をつけて、朝起こされて一日密着動画ですって言われたのに、なんで終わりの動画を人が撮るの撮ってんだ。やるじゃないか。どうせね、これ弟の力でカットされることになるかもしれないんですけど、一応思いの丈を話しておきました。今日は特に予定たくさんの日をお届けしましたが、本当に毎日ワクワクして楽しいことがいっぱいです。私は寝ることが大好きなので、しっかり寝てまた明日も頑張りたいと思います。それでは今日の動画がいいなと思った方は、なんか、お前頑張ってんじゃん、
思う方、コメントも、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。おやすみ。いや、もういくつで違うな。もうダメだ。おやすみなさい。